はいはい、どうもペンギンです。キングダムハーツ2実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回の最後ちょっと映像が30秒ほど撮れてなかったんですけど、まあなんとかちょっとキャプチャーボード気にしながらやっていきたいと思います。で、この先進んでイザナイの間、イザナイの園かなんですけど、ここ収録してる途中にまた、いかん、うまく動かんねえ。収録中にまたその映像が乱れて動画として残ってなかったのでやり直しをしてます。でこの先にいるボスも一回戦ったんですけど、まあ、ボロ負けして、でレベル上げを軽くしてます。レベル上げして確か前回の終わりは1レベやったんですけど、今は5レベになってます。で攻撃力とか防御力 AP とかが1ずつぐらい上がってます。このスライドターンの使い方ってのがいまいちよくわからんのですけど、攻撃中断できるんでカウンターを食らいにくいかなとかって思いながら、星の3個しか持てん ?8 個あるね。よし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 、多分オートリロードしてくれるはずなので期待しましょうか。なので今多分装備してるものを合わせて11個あると思います。早いとここの6冊を先進みたいですもんね。先見たいですもん僕も。よし、じゃあ行こうか。リアクションコマンドをうまく使って謎の敵を倒せと。この敵あれですよね、チェーンオブメモリーズの空編のラスボスっぽいですよね。でこれもね一回見てるんですけど、三角ボタンでカウンターコマンドが出るらしいですね。でそれを合わせて三角ボタン合わせて攻撃することで、まあ、カウンターで大ダメージが与えられるんじゃないかな。ただでもライブラがないんでどんだけ減ったかとかっていうのが全然わからないんですよね。で弱点は頭らしいので、これでもダメージ入りよんかな。これまたちゃぶ台返しされてでね、そうでね、キャプチャーボードの調子がすげえ悪い。多分戦闘の前半若干映像乱れてて多分スキップしてるんですけど、よし、リフレクトガード
ボス倒したらアビリティがもらえるみたいな感じか。私の名前はナミネ。ロクサス、本当の名前は覚えてる？何をする気だナミネ。でもこのままだとロクサスは。本当のことなど知らない方がいい。あ、お金返せよ。サイファー、ポーズだもんよ。こうか。最高だもんよ。もう一枚だもんよ。何してるんだよ。記念。あの白いやつら消えちまってもんよ。ラクション。あいつら何だったんだ。こっちが聞きたいぜ。ま、誰だっていいけどな。礼儀を知らないよそ者は俺が制裁してやる。町の安全はサイファーに任せるでもんや。待てよ。おい、明日の大会逃げるなよ。約束だもんよ。サイファーたちと遊んでたの？いや、そういうわけじゃなくて。そうそう、海どうだった？行ったんだよな。行かなかった。4人じゃないと、ね。ごめん。なあ、明日こそ海へ行かないか。焼きそば食べたいだろ。明日は約束がある。そうか。あ、決勝は俺たちで戦おうぜ。で、どっちが勝っても商品は4人で分けるってのはどうだ？うん、いいな。2人ならやれるかもね。頑張ってね。約束だぞ。俺、帰るわ。あのナミネもデータなのか？いや、ナミネがデータを乗っ取ってしまったらしい。すでに私のコントロールを離れている。勝手な真似を。落ち着いてくれ。まあよい、ナミネが役目さえ果たしてくれるならな。ロクサスなどどうなろうと構うものか。秘密の扉を開き、世界を変えることができる本当の勇者だけがキーブレードを使いこなせる。空と一緒に旅したいんだ。今日も焼き菓子だ。つながる心が俺の力だ。お前の心が通じたようだな。我が名はアンセム。
私を不滅の闇に導け。ソラ、お前なんかにカイリの心を渡すもんか。カイリ、もし会えなくなったとしても何もかも忘れるわけじゃないさ。心がつながってたらまたいつか巡り会える。持ってって、大切な桃になんだから絶対返してよ。必ず返すよ。約束だよ。忘れないで、私がいつでもそばにいること。か、参ったな。おい、早く空き地に行かないと遅刻だぞ。いきなり大会始まる感じですかね、これ。どっちを応援する？もちろん2人とも。トワイライトタウンのバトルフリーク諸君、今年も熱い戦いの夏がやってきた。ストラグルバトル、お待ちかねの決勝トーナメント、エンドタイトルマッチだ。トーナメントを制し、チャンピオンのセッターに挑戦するのは誰か。サイファーだもんよ。タイトルマッチに勝利し、今年のチャンピオンになるのは誰だ。ハイネ、ロクサス。会場が盛り上がってきたところで、いつものあれだ。レッツストラグル。セッザーは僕は知らないんですけど、早速出場選手の紹介といこう。アルティマニア情報やと、ファイナルファンタジー6の登場キャラクターらしいですね。町の風紀委員長サイファー。ノーマークながらここまで来たぞ。今年は何が違うんだ。ビビー。知る人と知る町のとんがり少年ハイネ。これまた初の決勝進出だ。そして4人目も新顔だ。俺の店のお得意さんロクサス。さあ誰が勝つのか、真夏のストラグルバトル。勝者に贈られるのはこれ、大会のシンボル、フォークリスタルズトロフィー。さらにチャンピオンセッツァーへの挑戦権。そろそろ時間のようだぞ。選手たちは試合開始に先駆けて公式ルールの確認だ。なんか真ん中の人に話しかけたら始まりそうなので、参加者はちゃんとルールを聞くように。ルールを聞こうか。ちゃんと聞かなくちゃ。まだいいや、まだいいや。キャプチャーボードがちょっと心配なので、一旦ここで終わりにしたいと思います。次回このストラグルトーナメント、ストラグルバトルからスタートしたいと思います。よかったら続きを見てください。ペンギンでした。